ちょっとチートのスピード使っちゃったから。チートっすか、チートなのあれ。拓也と翔吾ボスさんの戦いが終わりましたということで、僕はもう完敗でした。マジで一番やりづらかった。こんなにも抜けないって思ったディフェンダーは生まれて初めてぐらいの。相当ハードル上がってるから、ね、抜いたらもう。そうそうそう、だからこれでじゃあはい、レガテ拓也負けました。舞台は整いました。舞台は整った。え、俺のための舞台よっしゃやったるぞあのじゃんけんやる翔吾さんも覚えたんすか。覚えたよ、いきます。最初はシーサーじゃんけんぽい。おあぶねえ。俺もアイコじゃなかっただけで嬉しかったもん今先行で、うん、はいはい、先行で僕が行きます。ちょっとね、変えたいよね。せーのさん、今日もショーチャー編もキーキープお願いします。せーのさんです。翔吾さんの後輩のキーめちゃくちゃうまいです。さあ1本目、翔ちゃんの先行。もったいなまあよかったよね、キーパー。でも翔吾さんもやっぱ最後まで詰めましたね。最後まで詰めたけど、でもやられたと思ったけどね。うわー、今どうだった。今のはね、うまかったです。キーパーに止められました。せーのさん、ビッグセーブ今回も出してきてますね。じゃあ後攻、翔吾さんお願いします。はい、早いよね、翔吾さん早いのよ。ちょっとチートのスピード使っちゃったから。ちょ聞いてない聞いてないじゃあ2本目先行翔ちゃん。 OK。またしても声優さんに拒まれる。決めきれないのはきつい。きついな、ちょっとこれは。じゃあ2本目の高校、翔吾さんお願いします。はい。チートの技また使っちゃったな。分かった。でしょ、俺これで3回ぐらいやられたの。ちょっとね、足が出ないところで打たれてる。そう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 、それがめちゃくちゃうまいんだけど、これむしろ最強ディフェンダーにドリブル教えてほしいんだけど。抜き切るじゃないわ、外してコース作ってドン。まあまだあるんで。まだあります、はい、やっぱ清野さんからしてもキーパーむずいっすよね。シュートのタイミングがね、読めないっすよね。うん、ちょっと普通じゃない。いらんことした。半分ぐらいキーパーと1対1になってるよ。あとね、今あ遊んでしまった。負けてるのになんで遊ぶの。あれちょっと余裕があったから遊び心ね。はい、3の後半です。起きどころがあるよ。待てよ今。2-0。翔吾さん4本目高校だから。翔吾さん決めたら翔吾さんの勝ち。いやボスだぞ。ボスよ。初戦にふさわしい相手。ちょっと攻めがな、最強ディフェンダーじゃなかった今日。最強オフェンス。5本目先行。
グーの根も出ない。せめて止めよう。確かに。もうそこしかない。あと一歩ある。あと一歩ある。5本目の高校ですね、翔吾さん。お願いします。あ、やばい。最強ディフェンダーやめるわ。攻めに変わるわ、ね、最強ディフェンダー兼オフェンスボス翔吾。本当はディフェンスをやられたらオフェンスにでやり返すって最後の変身の裏ボスなの。魔人ブーがデブからあのガリのやつになるみたいな感じよね。いやこれでも俺的には初戦に選ばせていただいてよかったなって。こんなにコテンパンにやられるって逆にこれからもっと上手くなろうって今気持ちになってるよね。間合いが上手い。そう、あのね、この間合いでいけないから引くんだけど引いたら急に行かれるわけよ。逆に詰めたら軽くひょいって外されるから難しいな。乾杯です。ということでドリブル 1v1 クエスト2人とも負け。これは出直そう、マジで、はい、超強かったです、はい。はい、ということで翔吾ボスさんのチャンネルと TikTok の方概要欄に貼っているのでぜひ皆さん見てディフェンスもしっかり攻撃もしっかり学んでください。はい、ということで今日この動画が面白いと思っていただけたらぜひ高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you next time.